式根島の空中写真。この写真は髪型が北北西方学である。1978年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西方上空より式根島は伊豆諸島を構成する島の一つであり、新島の南西に位置する。行政上の所属は、 東京都新島村。面積3.67平方キロメートル。人口約550人。最高地点はしばしば北部の上引山と言われるが、実際には島西北部に109メートルの標高点が存在する。敷根とはかつて新島と地続きであったが、江戸時代の元禄大地震の打つ派によって新島から分離され、このため伊豆諸島は屋島あるのに、 伊豆七島と呼ばれるとの伝説がある。だが、これは事実ではない。新島は砂浜の多いイメージがあるが、敷根島は岩で囲まれたイメージが強い。島全体は流門岩の厚い一枚の溶岩流になっていて二次的噴火でできた河口が二つある。基本的に港周辺以外は絶壁になっている。新島耕性火山群の活動で噴出した耕性火山である。 島内から縄文時代中期の遺跡が発見されており、古くから人が住み着いていたと考えられている。清水が得られなかったことから、中世以降は江戸時代まで定住者はいなかったようだが、ルニオを八丈島へ運ぶ船が風町に利用した記録が残っている。また、新井島の島民が塩の生成場や漁場として利用していた。明治時代の1888年に、 式根島への定住が行われて、以降、開発が行われるようになった。行政管轄は、江戸時代には、江戸幕府の直轄地であったが、明治時代に入ると、にら山県、足柄県、静岡県と変わった後、1878年に、東京府に編入され、現在に至っている。式根島には、江戸時代の元禄王自身の打つ派によって、 新島から分離されたという説が流布されている。しかし、前年の1702年に作成された古地図には新島と式根島がはっきり分かれて描かれている。逆に元禄王自身で両党が分離されたことを記した古文書は現在まで見つかっておらず、元禄王津波が原因で新島と式根島が分離されたと断定することはできない。また、 新島村が1996年に編纂した新島損失史編にも以下の記述がある。新島と敷根島が陸続きであったとする文書が突然明治10年になって現れている。明治5年国地の企業家二人が敷根島の払い下げ願いを大上館へ提出した。これを知った新島が危機感を持ったのは当然であった。元来、敷根島は 新島島民にあっては暮ら島であって、これを国知人に奪われる恐れを持ち、敷根島への移住を勧告することも真剣に討議されたのである。両島陸続き説はこの頃浮上したものであり、事実とは言うよりも当時創作された主張とする方が妥当なようだ。こうしたことから敷根島の所有権を本土のものに横取りされることを危惧した新島の島民が明治期に言い出した。 創作の可能性が非常に高いとされている。このように当事者である新島村が否定しているにもかかわらず、現在においても津波分離説は明確な根拠が示されないまま旅行ガイドなどで見受けられる。島の南部に温泉がある。地中温泉海岸の岩場に湧き出すの湯で、野口当人が選定した露天風呂番付では、東の張り出し横綱に番付け消されている。松が、 下宮ビュ足付漁港に隣接した場所に作られた無料露天風呂。地中温泉から引沿しており、泉室は同じ。定期的に清掃されており、おおむね清潔である。夕方以降は、地元の住民も大勢利用に来る。ここも水着着用推奨の混浴だが、更衣室はある。敷根島温泉、憩いの家水着なしで利用できるうち湯のみの有料温泉。泉室は、 ナトリウムマイナス塩化物ゴージオ温泉休憩所もあり、冬眠や観光客の憩いの場にもなっている。足つけ温泉足不温泉とも、の湯。ナトリウムマイナス塩化物ゴージオ温泉で外科の湯と呼ばれ、外傷や皮膚病などに効果があるとされている。海岸から湧き出しており、地中温泉に比べて、源泉と海面の標高差が少ないので、 干潮寺以外は、適温の湯船を探すのが難しい。水着着用推奨の混浴、無料で入浴できる。岡間湾海中温泉式寝投稿から船で行く、必要がある、の湯。潮が適切な状態でないと入れない。旅チャンネルの、のてんゆえ号、の第26回放送で、山田部、ニコが訪れた。ところジャパン命がけ温泉第2弾、完結編で、 温泉ソムリエの ABCZ の河合カオルジンとストーンズの工事優割が訪れ、源泉を採水。初の泉出調査が行われた。海中温泉の主成分は塩化物、ゴージオ温泉で、熱海温泉の泉質と似ている。効能は塩分の殺菌力による鎮痛効果、湯気を吸い込むことで軌道を浄化する。海水浴場は、泊り海水浴場、石白川海水浴場、 大浦海水浴場、中のうろみ水浴場の4カ所。いずれも入り江に砂浜と岩場が含まれる海水浴場で、浅い場所でもたくさんの魚が泳いでおり、磯遊びのほか、シュノーケリングやダイビングも盛んである。上引山を中心とした、上引遊歩道、岡間湾遊歩道などが整備されている。展望台や東人津城などの見どころも多い。大浦キャンプ場、 釜の下キャンプ場の2カ所がキャンプ地として指定されている。いずれも無料で、ヘッツイ、水道、便所などの設備が整えられているが、大浦キャンプ場は GW と夏季のみ開放で釜の下キャンプ場は夏季と GW12 から2月を除いた時期に開放される。島内には消防署がなく火災への対処が困難なため2007年により、 冬季のキャンプは禁止されている。リアス式海岸のため、一年を通じて様々な魚を釣ることができる。メジナ、ムロアジ、シマアジ、マダイ、イナダ、カンパチなど。また、熱帯に生息するオヤビッチャやアカハタなどが釣れるのも特徴。イソウやサンバシでの釣りのメッカとなっている。ありがとうございます。